はい、こんにちは、レトスの小野です。今回は無限代理について、基本的なことをお話しさせていただきます。無限代理について、ちゃんと理解していない方意外と多いんですね。まあその結果、引っ掛け問題に引っかかっちゃったりとかするので、ちゃんと基本的な考え方を頭に入れておきましょう。で、今回基本的な考え方をお伝えするんですけども、細かい部分ですね、特に無権代理人への責任追及とか、表権代理、ちょっとここまではですね、時間の関係上、お話しできませんので、この点はちょっと個別指導でお話しさせていただきます。まあその他の部分については、今回、特別にですね、無料でお伝えできればなと思います。まあ分かってるよっていう方はね、いると思うんですけども、重要な考え方、ここが分かっているかいないかで、きちんとね、頭整理できる、整理できないにもこれ関わってきますので、単にね、覚えるだけじゃなくて、きちんと整理をするってところ、つながりを持って頭に入れるってことがすごく重要なので、まあ、今回そういったところを意識しながら、動画聞いていただければと思います。まず、無権代理って何なのかっていうところからお伝えします。これは漢字の通り、代理権がないにもかかわらず代理行為を行う。これが無権代理です。代理権がないのに代理行為を行っちゃう。これが無権代理です。例えば、本人 A さん、まあ、A さんがいましたと。で、A さんがいて、A さんが B さんに対して、この土地売ってくださいって任せた、代理権を与えたのであれば、B さんは代理人ですよね。だから、代理人は C さんと契約しても、これ OK じゃないですか。でも今回は、無権代理なんで、売っていいよっていう代理権を A さんは B さんに対して与えてない。にもかかわらず、B さんは C さんと契約しちゃうんですね。この A さんの土地について A さんから代理権もらってますよって言ってこう契約しちゃうと。B さんは A さんの代理人として契約しちゃう。代理権ないんですよ。代理権ないんだけども A さんの代理人として契約しちゃう。これが無権代理なんですね。で、じゃあこれ契約しちゃったらこれどうなるのかって話なんですよ。これ A さんからすると代理権与えてないにもかかわらずこれ勝手に売られちゃってるって話なんですよね。まあこれ困るわけですよ。一般的には困りますよね。なのでこれどういうふうに法律では処理をするのかというと、これ多くの方が無権代理人が行った行為は無効だと、覚えてる方意外といるんですね。これ違います。違います。これすごく重要なんで、ちゃんと頭に入れておいてください。無権代理人が行った行為っていうのは、有効でもないし、無効でもない。もうどっちつかずの状態なんですよ。ってことはこれどっちなのって話なんですよね。で、これを確定させる。つまり、有効にしましょう。無効にしましょうってこうしたいじゃないですか。どっちかわからないのは困るわけなんで。それが今からお話しする、追認権だったり、追認拒絶権とか、再告権とか、取り消し権の話と繋がってくるんですね。つまり、追認権、追認拒絶権、再告権、取り消し権っていうのは、これ有効とか無効を確定するための行為なんだってことなんです。じゃあまず相手方からいきましょうか。相手方は、A さん本人に対して再告することができるんですね。代理人 B さんからあなたの土地買いましたよと。まあ代理人じゃないんですけどね。無権代理人なんだけども、代理人 B さんから買いました。だからこの土地引き渡してくださいってこう再告する。これが、再告権なんですね。で、この再告権は、相手方 C さんは、この無権代理行為について知っていても、知らなかったとしても、これは行えます。この権利あります。つまり、これ無権代理人と知って買っていたとしても、再告権行使することできるんですね。つまり、引き渡してくださいってこう請求することは可能です。でも、これもしですね、A さんは答えなかった、格闘しなかった、格闘って言うんですけども、まあ、確実の確に答えって書くんですね。格闘しなかった場合どうなるのか。普通に考えて、こんな売られるなんか思ってないじゃないですか。A さんからすると。これ勝手にね、B さんが売ってるわけだから、A さんからしたらこれ勝手に売られてるわけだから、C さんから催告受けても何言ってるのと。代理権与えた覚えもないし、なんでそんな契約が成立してるのって話になるんですよ。書面でもし届いたとしたら、この書面これ詐欺じゃないのと、いうふうに思いますよね、普通だったら。だから、通常何のアクションも起こさないわけです。何のアクションも起こさない。つまり、C さんに対して何も連絡しない。これなんか連絡するとですね、まあ、なんか詐欺にね、巻き込まれる可能性あるから、まあ、放っておいたりするわけです。これが格闘しないっていう話ですね。格闘しない。
まあ、確実な答えを、しないっていうのかな、まあ、返答しないっていったイメージで問題ないです。その場合どうなるかっていうと追認拒絶です。つまりこの契約認めませんよってことにもう自動的になるんですね。つまり何も言わなかった、返事しなかったらそれはもう追認拒絶、この契約代理人、無権代理人が行った、契約っていうのはもうこれは、追認拒絶になりますよと。で、追認拒絶になったらどうなるかっていうとこれ無効確定です。無効、つまり BC 間というかね、契約した、無権代理行為は無効となります。もうこれ当然ですよね。これ有効になっちゃったらこれ偉いことですからね。これ詐欺っていうのかな、まあ、今言ったようなことがどん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 世の中で起きるわけですよ。だから格闘しない場合は無効になると、追認拒絶になって無効になるということになってます。で、続いてですね、相手方はこれ善意だった場合は取り消しすることができるんですね。これ善意だったってこれどういうことかっていうと、この B さんが無権代理人ってことを知らない場合です。知らない、その場合は取り消し権を使うことができるんですね。契約したはいいけども、このね、土地に関する売買契約はやっぱやめときますと、取り消しますみたいな感じで、取り消し権を行使することができます。で、これ取り消し権を行使するとこれで、無効が確定しますと。ここの契約は無効ですね。取り消したから無効になりますよね。これは善意の場合だけです。悪意の場合は取り消し権行使できませんので、悪意の場合っていうのはこの無権代理行為、無権代理人だってことを知っていて契約した場合です。そういった場合っていうのはこれ相手方保護する必要性ないから取り消し権はこれ行使できません。これ C さんから取り消すことができないって話ですからね。 A さんからの取り消し、まあ後で話すんですけども、追認拒絶はできるので、あくまでも C さんから取り消しますっていうのはできないって話です。これ OK ですね。で、続いて、じゃあ本人はどんな権利があるかっていうと、本人は2つ権利があります。1つ目が追認権、もう一つが追認拒絶権。追認権っていうのは、この BC 間のこの契約を有効にさせる権利です。まあ勝手に売られたけども、この土地もどうせね、ずっと使ってないし、まあいいや別に、売買契約有効にしてもいいよって言った場合、追認することができる。追って認めるってことですね。追ってっていうのは後で認める。この契約を認めるってことです。勝手に契約されちゃったけども、後で、その契約いいですよと認めること。これが追認権ですね。これをやると有効になりますよ。で、一方で、いやいや、勝手に売っちゃダメでしょと。そんなの認めませんよ。っていうのは追認拒絶ですね。これ追認拒絶すると、先ほども言った通り、無効が確定します。ここまで OK ですよね。で、そうするとですね、これ相手方が善意だった場合、ここでも言っている通り、取り消し権持ってます。取り消したらこれ無効になりますよね。で、一方で本人 A さんは追認権持ってます。これ追認権行使したら有効になりますよね。ここでちょっとね、矛盾っていうのかな、そういったものが発生してくるんですよ。これどうするのかと、こっち取り消し権行使しました、こっち追認権行使しましたってなったら、これどう、有効なの無効なのってなりますよね。こっちが行使したらこれ無効になるし、こっちがね、追認権行使したら有効になる。どっちなのっていうと、先に権利行使した方が勝ちます。つまりこれ先に取り消し権行使したらこれ無効確定して、先に追認権行使したら有効が確定すると。後でね、追認した後に取り消してもこれダメですよ。逆に取り消し権行使した後に追認してもこれ追認ダメですよって話ですね。先に行使した方が勝ちますよっていう話です。これで全部つながってきましたよね。有効になるのか無効になるのかっていうのは、そもそも無権代理行為ではこれわからないんだと、どっちつかずなんだ、それをちゃんと確定するためにこういった権利があるんだっていうことですね。ここをちゃんと整理していただければ、これも頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。で、今回ちょっと時間の関係上お伝えできなかった無権代理人への責任追及、つまり C さんが B さんに対して責任追及することができる場合もあるんですね。まあ、それはどんな要件なのかとか、どんな考え方があるのか、また表権代理っていう、ルールもあるんです、制度もあるんですね。まあ、これもですね、ちょっとお話すると長くなるので、これについても、個別指導で、お伝えできればなと思っております。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしても、なかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。
具体例を使ったりイメージしたり理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。